正面からいきますね。はい。すいません。すいません。で、今からは CM を撮影しまーす。もうダメ。正面からいきますね。はい、いきます。はい、はい、うん、はい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 、一枚切りますね。はい、はい、夏なのでスイカ割りたいと思います。はい、はい、すいません、すいません、めちゃくちゃ飛んでる。はい、ありがとうございます。今から少しだけ音のレコーディングをします。でで、はい、はい、わかりました。北陸アイドル部の松井ゆかりです。これすごいなんか響きますね。事業者様の皆さん、今重要な経営課題。さあ、撮影場所を変えて今からは CM を撮影します。すごい素敵なオフィスで OL さんになりきって撮りたいと思います。いい、どういうことだ。いただきます。せーの、どうぞ。あー、今日も頑張った。あ、ドライヤーのコンセント抜かなきゃ。コンセント言っちゃったね。プラグ、プラグ間違えた。いつも差し入れとか最近多くて、うん、誰から何をもらったか分かんなくて、いつもパンと置いていくんですけど、うんうん、分かんないなと思って、だからメッセージ書いてみようと思って。すごいよく頑張ったね。にしろハート 20個。なるほど、ね、うん、パックってでも何年ぐらいいけるんですかね。1年2年は全然いけますよね。まあ物によるか、うん、でなんか高級なやつだったら1年は絶対いけますよね。高めのやつ防腐剤入ってたらいけると思う。そうね、入ってるのか入ってないの、うん、いいかな。はい、いきます。では終わりました。せーの、どうぞ。充電切れそう。コンセント、コンセントあった。はい。あった。あったで刺したら、あったで刺したらダメで、あったで刺す。あった、じゃない。一回そこで誘うとしたら松井さんがちょっと待ったから、かぶっちゃうんで、ちょっと待ったって言うから、はい、言ってください。あった、充電切れそう。コンセント、あった、いいかな。もうちょっとゆっくり言ったら、あった、しゃべり、じゃあちょっと早めに終わらす気持ちで、はい、あった、いいんじゃないですか。いい、いい、大丈夫、大丈夫、大丈夫。セーフ、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 セーフ。ちょっと待った。長い間プラグをコンセントに差し込んでおくと、ほこりが溜まって発火の原因に。絶対ダメ。お二人が、ちょっと待った。何か長い間かけて、ちょっと待った。何、あ、まあでも、うん、待った。もっといらないです。でもびっくりする、こういらないです。はこっちで取ったんで。わかりました。うん、長い間プラグをコンセントに差し込んだままにしておくと、ホコリが溜まって発火の原因に。絶対ダメ。ホコリが溜まってぐらいになったら、多分発火の原因にみたいになったら、もうカメラ向いて絶対ダメって言ってるっていう。うんうんみたいなね。はい、はい、説明したときは一回感じたけど。うん。長い間プラグをコンセントに差し込んだままにしておくと、ホコリが溜まって発火の原因に。絶対ダメ。どうぞ。
長い間プラグをコンセントに差し込むともうダメです。ごめんなさい、お父様です。ごめんなさい、おとおとかわいい。じゃあ行きます。長い間プラグをコンセントに差し込むようにしておくと。ここに溜まってるから上に絶対ダメ。もっとゆっくりでもいいよ。わかりました。絶対ダメを拒否して。ありがとうございます。